能形市では商業施設にあるこちらのホールが広域接種センターとなりました。早速予約をした人たちが受付をしています。イオンモール能形のホールに開設されたのは3回目のワクチンを接種する県の広域接種センターです。初日の今日は最大450人の予約枠がほぼ埋まり、高齢者などがモデルナ社製のワクチンを接種しました。交通でもいいし、こっちを待ち望んでいました。車で来れるし、駐車場も広いし、便利かなと思いました。ちょっとお買い物もできますしね。お買い物等でですね、立ち寄っておられるところですので、行きやすいというのがまず第一にあると思いますし、接種のですね、待ち時間、店内回られたりしてですね、お過ごしやすい環境になっているかと思います。県内の18歳以上で3回目のワクチンを接種した人の割合は、おととい時点で 13.4% となっています。県は明日、行橋市にも会場を設置するほか、来月には仕事帰りの人が打ちやすいよう、JR 博多駅の周辺に4カ所目の会場を設ける方針です。59歳以下の方にも6ヶ月、の感覚で、ワクチンの接種券を送りたいと思います。ワクチンは何でもいいから早くとにかく受けたいという若い世代の方も待っていますので、そういう方にも枠をもう開けていきたいと思います。一方、福岡市の高島市長は59歳以下の3回目の接種についてさらに1ヶ月前倒しすると発表しました。これにより18歳以上の対象者全員が2回目から6ヶ月経てば接種できるようになります。59歳以下には今月22日から接種券を発送し、3月末には配り終えるということです。